はい、どうも皆さん、ミル GT カイニでございます。ということで今回は、グランツーリスモスポーツアップデート 1.39 ということで2019年5月30日、アップデート来ました。はい、ということでグランツーリスモスポーツはゲームのアップデートを行いましたということでですね、で1、新規収録コースとして、一つのコースを追加しましたということなんです。グッドウッドモーターサーキットっていうね、サーキットが追加されました。で、キャンペーンモードですね、 GT リーグに以下のイベントを追加しました。ミニミニ大作戦第6戦第7戦ノスタルジックカーフェスティバル第6戦第7戦スープラレジェンドですね、第4戦第5戦スーパーフォーミュラー選手権第4戦第5戦 F1500 選手権6戦7戦でポルシェカップ5戦と、はい、でスケープ写真ですね、エディターズチョイス2っていうのがね追加されたみたいです。でそしてここが一番重要なところになってます。まあグッドウッドも大事だと思いますけど、挙動シミュレーション、車の操作性を調整しましたと。でマニュアルトランスミッション搭載車においてギアチェンジ時に挙動シミュレーションを変更しました。ワイヤレスコントローラードゥラシュラック4、やパドルシフトでギアチェンジにかかる時間の短縮を、行いましたということですね。でステアリングコントローラーでファナティックステアリングコントローラーに装備された7セグメントディスプレイの速度に及びギアポジション表示を対応しましたと。ということですね。まあファナティックはものすごい高いやつと安いやつがあるんですけどね。はい。それに対応したということですね。でその他細かい修正や安全性安定性ですね、改善しましたということですね。この細かな修正や安定性っていうのがちょっと分かんないんですけど、まあひとまず、まあ、コースのグッドウッドっていうものを走ってみようかと思います。あー確かに変わってるね。ブーンブンブーンじゃなくなったね。ブーンブッドーンってちょっとテンポが変わりましたね。ちょっとテンポが変わっただけで、あーな、あのね、一つだけ言いますわ。この車の操作性、楽になりましたね。まあグッドウッドの感想は別にそんなないです。まあ狭いかなって思うぐらいですねまあここでバトルしたいかって言われると、したくないねっていうね。そうですね、車の操作性っていうか、なんて言えばいいんですかね、そのタイヤの食いつきが変わってますよね。以前だったらここら辺でバランスを崩してるはずなんですけど、全くバランスを崩してないというところですね。ここは相変わらずですか。相変わらずっぽいですね。まあそんなに言うところはないですよね。挙動が本当に何だろう、変わってるので、他のマシンたちも多分変わってると思います。ドリフトなんかしてる人だとモロに食らってると思いますよ。こういうところとか、まあ、グッドウッドに関しては、まあ、僕初めて走ったんですけど、このコースではちょっと走りたくないなーっていうのがありますね。ごめんなさいこのコースはちょっと走りたくないかな。なんか企画ごととかに持ってったら、持ってったら
いいと思います。そうですね、タイヤのあれもキャパシティもなんか変わった気がしないでもないですね。結構もうこのくらいの速度だと結構乱れちゃってたんですよね。なんでなんだろう。だから多分すごく挙動が変わってますね。はい、他のちょっと車乗ってみますわ。シャープになるの何？N になってんのか。シャープに見えるだけ。あ、合わさってシャープに見えるだけか。あ、シャープあるよ。シャープになってるよ。ほら、シャープって何？シャープになってる。 N じゃない。なんだ N、 シャープって何？表示バグじゃん。表示バグだよ、シャープって。 N の表示バグなんじゃないのこれ。素早く入れた瞬間の、ほら、とか入ってねえし。あー、こいつなんだ、こいつ。待って、こいつフロントが弱え。ありました。信じらんない。はい、 NSX ちょっと、あ、やっぱシャープあるわ。なんだこれ、シャープ、シャープってなんだよ。まあ、ちょっと挙動がすごく乱れやすいこのミッドシップの、はい、NSX-R 乗ってきます。あ、やっぱアンダーが目立つな。高低速コーナーでの、ここはクリア。シャープが気になりますけど、これは置いておきましょう。うん、すごく車的には乗りやすくなりましたわ。おっと、このスポーツハードでもこれだけできちゃえば全然ね。 NSX 乗りやすくなった。だから全体的にその車の操作性っていうのが柔らかになったから、これはこれで乗りやすくなったんじゃないですかね。まあ、皆さんがどう思うかは分かんないですけど、僕からしたらこの結構暴れてた NSX とかはすごく乗りやすくなりましたね。はい、ということでお疲れ様でした。いやー、実にちょっとショッキングな、バグではありましたけれども、まあここで修正するってなったら多分修正しないんだろうな、修正してくれないんだろうなと思います。シフトチェンジの時にね、シャープとかね、あと3速に入ってるのにニュートラルマークになってしまうので、ここら辺はすぐにちょっと対処してほしいなって思うところはあります。はい、他に関してまだバグが
まだね確認されてないですけど、僕が見る次第で ああいうバグが出てきたっていうことは、まあ結構バグあるんじゃないですかね。はい、まだねオンラインに行ってピットバグも、まだ見てないので、まあ、そこら辺がまだ、確認取れてないのでね、随時配信とかしてね、確認取ろうかなと思っております。はい、ということで今回はここグッドウッドということでね、ぜひとも皆さんもね、走ってみてくださいということで、お疲れ様でした。さようなら。I wanna continue.